英国の皆様、お待たせしました。トヨタ自動車の新型プリウスが、英国で37,315ポンド、約705万円から販売されることが明らかになった。当初は SUV 人気を理由に英国導入が見送られていたが、ハイブリッド車の需要増から発売が決定した。英国仕様のプリウスは、 3月4日より注文が可能となり、7月に納車開始が予定されている。カローラや C、HR と並ぶ主力モデルになると期待される。パワートレインとしては、2.0L4 気筒ガソリンエンジンと、電気モーターを使用するフェーン、プラグインハイブリッド車のみが設定される。合計出力は 223PS で、 先代モデルより約 100PS アップした。欧州の他の市場では、通常のシリーズパラレル式ハイブリッドも、用意されているが、英国には導入されない。プリウスフェーブは1 3 6 k w ーのバッテリーを搭載し、電気のみの航続距離は 87km、19インチホイール装着時と、従来よりも大幅に伸びた。 例、時速 100km 加速は6.7秒で、歴代最速となる。37,315ポンドからという価格設定は、同クラスのフェーブのフォルクスワーゲンゴルフの、37,040ポンド約700万円より若干高いが、電気のみの航続距離はプリウスの方が長い。新しいデザインと価格、 英国人はどう思う英国ではデザイン、デザインとエクセル、エクセルの2つのグレードが用意される。エントリーグレードのデザインには17インチアルミホイール、スモークガラス7.0インチのデジタルドライバーディスプレイ、デュアルゾーンエアコンが標準装備される。上級グレードのエクセルには十九インチアルミ デジタルバックミラー、電動調整シートが装備され、価格は39,995ポンド、約755万円から、第五世代となる新型プリウスは、2022年11月に発表され、先代と大きく異なるデザインが注目を集めた、TNGA プラットフォームの最新版をベースに、合成、 快適性、安定性を向上させるために大幅な改良が加えられている。ルーフにはソーラーパネルを装着可能で、年間約 1250km 分の電力を賄えるというが、英国仕様で設定されるかどうかは未確認だ。スタイリングとしては、最大ルーフ高を 50mm 下げることで、よりスマートな外観を目指した。 実用性を考慮し、後席のヘッドルームを妨げないよう、ルーフの最も高い位置は後方に移動した。全長は 46mm 短くなったが、ホイールベースは 50mm 長くなり、後席のレッグルームが広くなった。インテリアは、素材の質感とドライバーの快適性にこだわって設計されている。 7.0インチのデジタルドライバーディスプレイは、走行中の注意3万を最小限に抑えるように配置され、ダッシュボード中央には新世代のインフォテインメントスクリーンが備わっている。1997年の初代発売以来、プリウスは全世界で約505万台が販売され、累計8200万トン以上の CO2 を削減したと言われる。 プリウスが開拓したハイブリッドシステムはその後さまざまな進化を経て多くのトヨタ車に搭載されている英国ではトヨタの主力モデルは全てハイブリッド車となっているプリウスの英国での販売台数はトヨタの他のハイブリッド車と比較すると小さなものだというトヨタの英国部門も新型の発表当時 消費者の需要は SUV スタイルにシフトしているとして、慎重な姿勢を見せていたが、昨年のハイブリッド車とフェーンの市場シェアの増加を背景に導入へ至った。プリウスの英国導入の知らせを受け、SNS などでは価格が高いという指摘もあるものの、概ね好意的な反応が見られた。